様こんばんは。今日は違う部屋から撮ってましてね。今日はね、私の生徒さんで若い人、ピアノ弾きはるからちょっと見てもらいましょうか。行きますか。手元だけ映しますか。はい。あ、ちょっと顔が映ってるよ。はい。こうかな。こうかな。こうやね。あんまり顔を映さんときましょう。ありがとう。はいはいはい、ありがとうございましたって言うて聞こえますかね。はいはい、ありがとう、ありがとう。映らない、大丈夫。お疲れ様でした。ありがとうありがとうありがとう。急にねお願いしましたけどね。うんうん、よかった。一曲仕上がってる。お疲れ様でした。楽譜置いてきた。あります。あ、ほんま、ある、ない、そ、 ありました。はい、よかった、ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、まあ、あのね、そういう今日はそういう感じで、ね、ゲスト、この前のゲストも若い人、今日も若い人。ちょっと待ってよ、ちょっと移動しまして、いつものジェシコの部屋に移動しましょう。はい、ここへ立てて、はい、ちょっと待ってね。よいしょ。これでいけてる、うん、はい、ちょっとね、人と一緒だったからマスクですけど今日ね。ああ、こういう感じかな、うん、今日は反転してませんか。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、ではでは、今日もう早速ゲストが来てくれて、で、ちょっと待ってよ、うんうん、これこれ、はい、これね、あの、なん、こう見てる人はなんか1とか2とかやねんけど、終わったらね、見てくれた人ずらずらって見たらもっといっぱいいんね。どういうあれなんやろな。まあ、はい、まあいいや。今日はこの前に、今日おとついリクエストいただいた曲から始めようかなと思ってます。あのジェシーっていう曲ね、これね、私はロバート・フラックが歌ってるのを聴いて歌うようになったんですけど、ジャニス・イアンっていう人がもともと作った曲だったわ、調べたら。はい、
探しまくった譜面は結局なくて、なんかこうやってねコピー歌詞をコピーしてそれでいくんですけどね。あ、そうさ、もう話ぐちゃぐちゃですけど、さっきの人は高校生の男の子で、あのジャズピアノやりたいって言って私とこに習いに来て半年ぐらいかな、多分もうちょっと短い、どうだろうな、そんな感じで、はい、あのピアノは全然そのやってなかった、だから音符はあんまり読めないんですけど、そういうジャズピアノ好きで習いに来られた人でね、でちょうどレッスンしてた続きなので、ちょっと弾くって言ってここで会話したりしたりしてもいいかなと思ったんですけど、あのはい、もっと上手になったらもっとやるわ言って、はい、後ろ手元だけね映してね、お顔はちょっと出さんとね、はい、出てくれました。そして私は今日はジェシーっていう曲から始めようか。
とうございます。はい、ゲストさんオープニングね、本当本当ありがとうですわ。今の歌はあのジェシーは男の人ね、でジェシーを待ってる女の人の歌でした。なんか夜電気ね、階段のとこね、あの電気つけてるって、で怖いからじゃないんですよって、あの帰ってきた時ね分かるように電気ずっと夜もつけてるよっていう、それ今はこれを撮ってもよかったんですね。はい、そういう歌です。ジェシーでした。これ今リクエストくれはった人は今日はここにいらっしゃらないかもしれないけど、アーカイブでね見てもらえると思います。もう一曲ね、なんかね私歌いたいなと思ってた曲あってね、それやろうかな。ハレルヤっていう歌なんですけど、なんかの映画のなんかのなんかなんだよきっと、だからみんな知ってる曲ですね。変わった歌詞やねん、なんかこれね、屋根の上でお風呂入ってるあなたがどうだとかね、なんかあのコード音楽のね、あの、うん、マイナーなんとかメジャーとかフィフスとか、なんか面白い歌詞の不思議な歌なんですけど、Love.
ややこしい、なんかね、そういう歌ですよ。さっきのまあ自身もそうだけど、 うまくいかないようなそういう歌でございます。今日は私ね、お昼にちょっと教えてもらいたいことがあって、京都でね、ウクライナの人たちのなんか第二のお母さんみたいに、まあ、そんな お年寄りじゃないんですよ。でも第二のお母さんみたいなつもりで、ウクライナの若い京都の人、留学なさってるね、若い人たち多いからね、そういう人たち の、もう無事にお国に帰るまで大事にしていきたいのって言ってらっしゃるね、まあ、方いらっしゃいまして、その人とちょっとお話しして、京都の京都にもね、私演奏に行けたらいいなっていう、クラウドファンディング今させてもらってまして、今月9月30日までね。で、その リターン返礼品の中に出張ライブしますっていうのがありましてね。で、その出張ライブって5万円なの。だからちょっと高いんですけど、呼んでくださる方がいらっしゃいまして、呼ぼうかなと思ってくださってる方、ね、でその方と、相談しながら私が京都行かせてもらって、でそのいただいた、クラウドファンディングにいただく5万円は平和活動に使わせていただいて、でそしたらさ、その場所を借りたり演奏したりするいろんな経費がもっとかかったら困るから、それが経費がかからずに演奏聴いてもらったり、みんなで一緒に歌ったりできるようなとこをずっと探しておりまして、で京都のね、方にお伺いしたらすぐにいいとこ教えてもらって、そこでできそうなのね。だからちょっとそういうお話も進めております。京都の方とまた会えたらいいしな、はい、そういう、はい、なんかそんなのね、クラウドファンディングしなかったらそういうこともないから、それはいいなと、はい、思っております。他にも あそんなのあるのって言って来てちょうだいっていう方いらっしゃいました。その5万円はね、一人でやらなくても大変やから、1万円の人を5人集めてもらったり、5000円の人が中には2人いてとか、そういう感じで組み合わせて5万円になるように、でどっかにね、お日にちお約束し、先にもうお日にちお約束してます。他にもそういう風に呼んでいただける、姫路の方なんですけど、呼んでいただけるところありまして、そこはもう何人か組になってて、でもLINE でその人たちとグループになって、じゃあお日にち何日でとか、こんなこんなんでとか、私はケーキを作ってとか、私何々持っていてとか、そういう感じのホームパーティーみたいなね。でもホームが大きいから25人ぐらい呼んでいただけるんですって。で近所の方とかいろんな人ね。で私演奏するのは、その行った先の皆様のお好みに合う曲を演奏させていただくので、その人たちはまあクリスマスの頃に12月の初めにお伺いするんですけども、まあ、9月30日までにご支援いただいたら、行く時はいつでもいいので、なんかそういうのね、また呼んでください。そういうこう生で会える、どこか、私姫路も京都もめったに行かないんですけど、呼んでいただきましたら、この旅はね、行かせてもらおうと思っておりますので、そういうのもよかったら皆さんで相談して読んでください。さあ、そしたら今日はこれやな。おとついから
でございました。ありがとうございます。平日の8時が一番皆様覗いてくださる時間とお聞きしておりましたけれども、ありがとうございます。はい、どうやろね、この、はい、昔の2年前コロナの最中のジェシコの部屋では、はい、皆様いっぱい見ていただいておりまして、そんな感じでやっておりますけど、みんなお仕事一体いろいろしてはるんでしょうね。もう忙しい、そのコロナより前にいた人もコロナでなんか会えなくなって、会えなくなったままそのままコロナ明けてもそのままみたいなね、はい、ちょっと寂しいことになっておりますけれども、今日はこの辺で終わりましょうか。あとは、あと、水、木、金、あと3回で終わりなのね、この毎日シリーズね。はい。ありがとうございました。今日は、若い人のゲストもあって、なんか、ああやってね、今日来はって今日言うたんですけどね、今日8時からこんなんあんねんけど、なんか弾いてくれる?とか言うたらね、どうしようかな、考えますとか言ってたけど、うん、弾いてくれた。よかった。ああいう、はい、新しい仲間が増えたようなね感じでございます、うん、では皆様、今日はいつもちょっと短いけど、まあ予定通りの30分でございます。
ありがとうございました。もうめっちゃ暑いから今ね、なんかいろんな事故あるやん、なんかいろんな鉄いっぱい落ちてくるけど、あんな職人さんがもう疲れが限界に来てるんちゃうと思います。職人さんじゃなくてみんな私たちもね。だから普段の9月ちょっとホッとする、あのはい、そういう季節やけど、まだまだめちゃくちゃ暑くて私らも体力限界やから、もう今日は早終わって早寝ましょう。よろしくお願いします。疲れをためないように気をつけてください。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。また明日8時ね。また明日ね。ありがとうございました。切ります。